いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでゆうきさんですね。はい、デジタルのボルトを一つになります。で、こちらはね、限定カード入りのね、プラケースだけ開封します。この3パックおまけと、リテールのボックスは開封しないので、じゃあこちら行きます。せーの。はい、ピンクフラッグの、はい、あ、10種類だ。はい、あ、まあ一応、はい。ね。まあ、リテールからでも、まあ、すごい確率ですけど、ね、一応、カットシグネチャーも出なくはないということで。はい。大丈夫。はい、じゃあ、取り出しますね。はい、じゃあまず1枚目ね。はい、ケビン・マッカーシーさん、どこかの州知事でしょうかね。カリフォルニアだ。はい、こちらがまずピンクのフラッグ、10シリアルですね。はい、で2枚目はウクライナ枠でゼレンスキーさんとジョンソンさん、もう数年で各国の首脳がほとんどこう入れ替わってしまいましたね。2020ね、この時の2000ね、 G7 とかその辺のメンバー ほぼ入れ替わっちゃったんじゃないですかね。はい、でサインのところはクリス・クリスティさんですね。結構トランプ劇場ではなんかおなじみのようですけど、はい、クリス・クリスティさん、サイン丁寧に入ってますね。ゾウさんのなんか、なんでしょうね。なんか、イベントかなんかのあれかな。はい。で、その下、シリアル枠です。はい。イングリッツさんですね。20シリアル、シルバー。はい。うん。はい。で、この辺から、スタンプ系ですね。まあシリアルのないスタンプ系。はい、これダラスカードショー。あー、この間先日ね、ダラスカードショーで、先日でもないか、1ヶ月ぐらい前かね、ディーラーがね、次の日もあるから、そのままケース閉めてカード、レアカードとかもそのまま置きっぱなしで帰っちゃうんですけど、まあセキュリティ動いてるからっていうあれなんですよ。警備員もいるし、それでもやっぱ盗まれちゃったっていうね、すごい偉い、はい、カードがたくさんっていう話ですけど、はい、プロモね、サンダーさん、うん、おなじみです、はい、で、はい、あ、ペロシさんもいじられちゃったんですね、うん、はい、ハイタックス。どこの国もね、うん、税金、マグロうまいにゃっていうね、感じですね。で、トランプさんのインサート。で、ラストは、はい、これ写真もいいですね。エリザベスさん。うん、ちょっとこれ、どうだろう。これ一人の写真、あ、一番か。一番あまり見ないわ。この写真だってあんまり見覚えないですもん。うん。これも十何種類あるんですけど、PB で出た記憶があまりないですね。この1番。ね。はい。ということで、カットシグネチャーと、ウクライナ枠と、フラッグと、このような形になりました。はい。じゃあ、こちらでね、今日発送しますので、お受け取りよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。